男ん悪い交際報道の浜辺、南を守る野原橋本環奈と池田偉い坂女優浜辺南21と音楽ユニット、マルリと竜がのある YUGA24 の親密交際が週刊文春で報じられたお互いの自宅を行き来する関係で合鍵を持っていると報じられているが双方の所属事務所は交際を否定している浜辺は輪郭フェチらしい 8月15日放送のオシャレイズム日本テレビ系で顔のエラを指で示しながら、ここがまっすぐな人もいると思うんですけど、各一靴となっている人が好き、横顔、すごく見ていますとシャープな輪郭へのこだわりを熱弁した。交際が報じられたある YUGA 派当てはまるような、当てはまらないような。また、過去には、 大きな口でガツガツ食べてくれる男性がタイプだとしつつ、でもちょっとピーマンがダメとか、ちっちゃなレーズンがダメとかあると、また可愛いと語ったこともあり、2019年12月16日放送のフジテレビ系、通会 TV、スカットジャパンでの発言、かなり具体的な好みを持っているようだ。そんな浜辺の恋愛表において、意外なキーマンとなりそうなのが、女優の橋本環奈、22、 と池田エライザ、25、だ、おしゃれイズムで、お姉さん的存在である二人に恋愛相談をしていることを明かしていた。番組 MC を務めるお笑いコンビ、クリームシチューの上田真也51、に、そんなに恋愛に悩んでいるのといじられて、浜辺は、別に悩んでないんですけど、どういう人がいいと思いますみたいな意見を求めています。こういうのはダメだとかと返した。 恋愛相談といっても、あくまで今後に向けた参考を求める程度のものらしいが、とはいえ、実際に浜辺に特定の重い人ができたとき、二人に相談する可能性は十分ありそうだ。ところで気になるのは、過去に浜辺が占い企画で、男運が悪いと診断されていたことだ。4月28日に放送された、突然ですが知ってもいいですか富士テレビ系で人気占い師の星瞳に、 男運悪いです。ものすごく悪いと指摘され、浜辺は嫌だと頭を抱えた。星の美白の綺麗、王子様系な人が好き。ガングロ系とかダメという言葉に浜辺は頷いた。さらに星は恋愛になると根っからのド M 舞台で共演した人と恋に発展する、バイクに乗っている男子に注意、刺激っぽい人を選んじゃう、変な人にはまらないようにとも知っていた。 どうやら占いによると、浜辺は恋愛で苦労するタイプらしい。プライベートでも親しい橋本と池田が的確なアドバイスで守ってあげてほしいところだ。